鳩山幸夫内閣の歴史では、2009年9月に発足し、2010年6月に総辞職することになった、鳩山幸夫内閣についての歴史や、支持率の推移などを扱う。内閣成立前、編集、第45回衆議院議員総選挙も、山椒民主党開票センターで当選者の氏名に花をつける、鳩山幸夫と小沢一郎選挙結果を伝える日本の新聞9月、編集オバマ米大統領との会談10月、編集11月、編集オバマ米大統領との会談12月、編集1月から6月、編集、鳩山卸も、山椒共同通信による電話世論調査の支持率推移、日本経済新聞が行った世論。その後、11月13日に時事通信が行った世論調査では 54%、11月10日の読売新聞の世論調査でも 63% に下降した。産経新聞と FNN が11月23日に実施した合同世論調査では 62.5% となり、前回調査より 1.6% 上昇した。同時期に行われた日本経済新聞の世論調査では 68%、毎日新聞の世論調査では 64% と、高水準ながらも10月の調査と比較して、それぞれ 5%、8% 低下した。読売新聞が2009年12月4日から6日にかけていった世論調査では 59% となり、同紙の前回11月の調査より 4% 低下した。フジテレビ、新報道2001が2009年12月10日に行った世論調査によれば、前回12月3日より約4ポイント下落し 56.4% となった。12月11日から14日にかけて NHK が行った世論調査では内閣支持率は先月より9ポイント下がって 56%、不支持率は13ポイント上がって 36% となった。12月11日から14日にかけて時事通信が行った世論調査では前月比 7.6 ポイント減の 46.8% となり初めて5割を下回った。朝日新聞が2009年12月19日から20日にかけていった世論調査では 48% となり、前回調査の 62% から14ポイント下落した。不支持率は 34% で前回調査より13ポイント上昇した。同じく12月19日から20日に産経新聞と FNN が行った合同世論調査では、支持率が前回より 11.5 ポイント減の 51.0%、不支持率が 17.5 ポイント上昇して 40.4% となった。2009年12月21日、鳩山首相は内閣支持率の低下について国民からの叱咤激励だと受け止めている。むしろ感謝しながら、より一層力を入れて頑張らなければいけないと述べた。民主党は麻生内閣の支持率が 20% から 10% 台にまで低下した際、小沢一郎代表が麻生内閣の支持率急落は国民の不満と不信の表れ、鳩山幸夫幹事長が麻生政権は末期症状で国民の心が離れていることは明らかであり、一刻も早く下野を求めると批判するなどしていた。言論 NPO が2009年12月24日に発表した、鳩山政権100日、評価アンケートによれば、鳩山政権の支持率は 33.0%、不支持率は 41.4% となっている。2010年1月、小沢一郎の政治資金収支報告書に関する虚偽の疑惑が高まっていることや、石川智弘衆院議員の逮捕によって、急落、共同通信社が1月17、18日に行った世論調査では、支持は 41.5%、不支持は 44.1% で不支持が上回る結果となった。時事通信社が2月4日から7日に実施した世論調査では、支持率は 35.7%、不支持率は上昇し 44.7% となった。日本テレビが2月12日から2月14日に、かけて行った2010年2月定例世論調査では、支持率 38.0%、不支持率 45.6% だった。朝日新聞が2010年2月20日、21日に行った世論調査では、支持率 37%、不支持率は 46% となり、民主党が参院選で過半数を取ることに反対したのは 55% となった。フジテレビ、新報道2001が3月4日に行った調査では、鳩山内閣の支持率は 37.2%、不支持率は 55.8% となった。時事通信が3月5日から8日に行った世論調査では、支持率は 30.9% になった。夕刊フジは危険水域入り寸前となったと報じた。日本テレビが3月12日の14日に行った世論調査では支持率は 36.2%、不支持は 50.7% で不支持が初めて5割を超えた。朝日新聞が3月13日、14日の両日に実施した全国世論調査では支持率は 32%、不支持率は 47% となった。毎日新聞が3月13日、14日の両日実施した全国世論調査では支持率は 43%、不支持率は 45% となった。FNN が3月20日と21日に行った世論調査では支持率は 30.5%、不支持は 53.9% となった。ニワンゴが2010年3月25日に自社の運営するニコニコ動画で行ったアンケートによると 112,129 件の回答があり、鳩山内閣の支持率は 8.6%、不支持は 66.2% となった。アンが4月10日と11日に行った世論調査で鳩山内閣の支持率は 28.5% となり、アンは危険水域になったと報道した。共同通信が2010年4月28、29日に行った世論調査では支持率 20.7%、不支持率は 64.4% となった。時事通信が5月7日から10日に実施した世論調査では支持率が 19.1% となり、2割を切った。不支持率は 64.1% となった。産経新聞が5月中旬に行った鹿児島、宮崎両県の企業、団体を対象に行ったアンケートでは、鳩山内閣の支持率は 10%、不支持は 74% となった。5月上旬に朝日新聞が行った岐阜県内の42市町村長へのアンケートでは、鳩山首相がリーダーシップを発揮しているという回答は 0% であった。朝日新聞が5月29日、30日に実施した調査では支持率が 17%、不支持率が 70% となった。ありがとうございます。